セーブルス・スネープ、セブルス・スネープは、J.K. ローリングの小説、ハリー・ポッターシリーズ、およびその派生作品に登場する架空の人物で、魔法使いである。主人公、ハリー・ポッターの母校ホグワーツ魔法魔術学校の教師。ハリーの両親とは、同級生で、ハリーの父親であるジェームズ・ポッターとは、犬猿の仲であった。そのため、ジェームズに、息きしのハリーに対して、 嫌悪感を見せる。シリーズを通して謎めいた人物として描かれ、彼の経歴から物語のキーパーソンと言える存在である。作者からも影の主人公と称された。聖のスネープはイギリスのサフォークに実在する村の名前から。名のセブルスはラテン語で手洗い、厳しいの意。愛称はセブ。セブルス・スネープの名は彼が所属していた。 スリザリン領の創設者サラザールスリザリンと同じイニシャルになる。また、セブルス・スネープはペルセウス・エヴァンズのアナグラムでもある。ペルセウスとは蛇の怪物メデューサを倒したギリシャ神話の英雄。エヴァンズはリリー・ポッターの旧姓である。同期生で不仲であったジェームズ・ポッターやシリウス・ブラックからはスニベルスと呼ばれていた。スニボラスは名前をもじったもので、動詞。 名詞のスニボル、鼻水を垂らす、鼻水に由来する。しかし、彼が泣き虫だったという描写は作中にはない。派生した別称に、スニベリーもある。決別の証として一度だけ、リリー・ポッターにも、スニベルスと呼ばれている。学生時代、闇の魔術や純血主義に傾倒してからは、半純血のプリンスを自称していた。これは、マグルの父と純血の魔女の間に生まれた。 半純血、婚血であり、かつ母の旧姓が、プリンスであることに由来している。顔は、土毛色で、大きな鍵花が目につく。髪は黒く、ねっとりとしており、肩まである長髪の前髪を左右に分けている。瞳の色も黒で、重たげな漆黒のローブをまとっている。作中ではたびたび、育ちすぎたコウモリのようと形容されている。 1960年1月9日、スピナーズエンドに住むスネープッケに生まれる。スピナーズエンドは廃墟となった工場と汚れた川の近くにある荒れ果てた袋工事の名。ペチュニア・エヴァンズは直接的な言葉こそないものの芳しくない場所だと考えており、実際に訪れたベラトリックス・レストレンジはマグルの吐きだめと評している。両親は物心ついた頃から不仲であり、 家庭環境は良くなかった。9から10歳の頃、ペチュニアとリリーのエヴァンズ姉妹と知り合う。リリーには初めて会話する以前から一目見て、好意を持っており、マグル生まれのリリーに魔法界のことを教えるうちに友人となった。一方で、ペチュニアとは互いに嫌い合っており、姉妹の関係を悪化させる一員になった。1971年9月、 ホグワーツ魔法魔術学校に入学、スリザリン寮生となる。陰鬱な家庭に育ち、闇の魔術の世界でしか、己を生かせなかったため、入学時点で、上級生よりも多くの闇の魔術を知っており、それに対する嫉妬から、スリザリン生の間でも異端児扱いされていた。スリザリンで彼を認めていたのは当時、監督生であったルシウスマルフォイだけだったが、 次第に、マルシベールやエイブリーなどと交友を始めた。ホグワーツ特急で、リリー・エヴァンス、ジェームズ・ポッター、シリウス・ブラックと同じコンパートメントに乗り合わせる。ジェームズはスネープがリリーに、スリザリン入寮を勧めるのを聞き、スリザリンに入るくらいなら自分は退学すると、口出ししたことから、険悪な関係になる。入学後、必然的に、ジェームズの友人である、リーマス・ルーピン、 ピーター・ペティグリュートも仲が悪くなり、ジェームズとシリウスから悪質ないたずらを受けた。また、ルーピンの弱みを握って、ジェームズを退学に追い込もうと嗅ぎ回っていた時に、シリウスの入り辞めで人狼になったルーピンの元に向かい危険な目に遭うが、ジェームズに引き戻されて命を助けられるという出来事もあった。グリフィンドール寮生となったリリーとの友人関係は続いていたが、 学年が上がるにつれ心の距離が次第に開いていった。スネープはリリーの心を取り戻すには、最も優秀な闇の魔法使いである恋人になるしかないと思い込み、さらに闇の魔術や純血主義に傾倒するようになっていくが逆効果だった。また、闇の魔術から離れようとしなかったのは、リリーが闇の魔術を嫌っていたと気づくことができなかったからで、 1976年5月のアウル試験終了直後にジェームズに逆さ釣りにされ、かばおうとしたリリーに屈辱から穢れた血と罵しってしまう5巻スネープの最悪の記憶スネープはリリーに謝ったがスネープが闇の魔術から抜け出す気がないと確信した彼女はスネープに愛想をつかしてしまったそれでもスネープはリリーへの思いを捨てることができずスネープは 穢れた血という言葉にトラウマを持つようになった。ホグワーツ卒業後は、四匹人に加わり、副市長の騎士団をスパイする任務を与えられていた。しかし、シビルトレローニーの予言をボルデモートに密告したため、ポッター家の命が狙われる。リリーの命だけは助けてほしいとダンブルドアに助けを求め、ボルデモートの陣営を密定する二重スパイになる。しかし、 1981年10月31日にリリーは殺害される。リリーの死に絶望するスネープに対し、ダンブルドアはリリーの遺志を継ぎ彼女の息子、ハリーを守るよう佐した。その後はダンブルドアの庇護化で魔法薬学の教授となり、スリザリンの領官も兼任するようになる。1991年、ホグワーツに入学してきたハリー・ポッターに、ジェームズに、 そっくりな容姿から、高慢で嫌味な子供という偏見を抱くが、リリーの息子を守るという誓いのもと行動する。一巻では、ダンブルドアの命を受けて、クイリナスクイレルをしばしば妨害し、ハリーを守っている。1995年には、ハリーに平身術を教えるが、最悪の記憶を見られたことに激怒して、訓練を中断してしまう。1996年6月、 神秘部の戦いに際しては、ハリーの暗号により、状況を察知すると、騎士団へ通報し、特にシリウスに対しては本部に泊まるよう頼んでいた。1996年には、ルシウス・マルホイの息子で、教え子の一人であるドラコが、祝匹人見習いとなる。それに懸念を抱いた、ルシウスの妻ナルシスサの依頼により、ドラコを助けると破れぬ誓いを交わす。同年、 闇の魔術に対する防衛術の教授に就任するが、ダンブルドアを殺害して、ホグワーツから逃亡する。これは、ダンブルドアの指示だった。この功績から、ボルデモートの隣に座ることを許される、四匹人の筆頭角になる。ボルデモートが魔法界を掌握すると、その力を背景に、ホグワーツ校長に就任する。しかし、表向きはボルデモートに従いつつも、裏では、 ダンブルドアの肖像画の指示を受け、カロー兄弟の暴走を抑止しハリーたちを影から支援する役目を担っていた。1998年5月2日、スネープが庭トコの杖の忠誠を得ていると勘違いした、ボルデモートによるナギニの攻撃により致命傷を負う。現れたハリーに自分の記憶を託し、僕を見てくれとハリーの瞳にリリーを見ながら、 自らの教え子であるハリー、ロン、ハーマイオニーの三人に見取られながら、失血により絶命した。スネープはスリサ林領の出身であり、自身が所属していた領への悲劇があまりに露骨なため、他の領政から嫌われている。陰険な嫌がらせも多くハーマイオニーグレンジャーが正しい答えをことているにもかかわらず、知ったかぶりと表して減点したり、 ネビルロングボトムなどで気が良くない生徒を下げすむ。シリウスからは、難を逃れるだけの狡猾さを備えている。映画、謎のプリンスでボルデモートを裏切りダンブルドアのもとに着いた経緯から、ベラトリックスに、口では、偉そうなことを言いなら、いざとなると、蛇のようにするりと穴に潜る臆病者と評されているが、ハリーを守るために二重スパイという危険な立場に身を置き続けるなど、 ハリーやダンブルドアからは、自分が知る中で最勇敢な魔法使いと評されている。学生時代に、自身の実力を評価してくれていたルシウスとその家族に、体質よく肩入れするなど、自分を認めた人間に対してギリ固い。ただし、普段の露骨な悲劇や嫌がらせ、さらには平心術で本心が読めなかったこともあり、誤解されることが多かった。リへのというたった一つの思いから、 己の命とジェームズたちへの憎しみを投げ打ってまでハリーを守ろうとした魔法薬の調合に長けており学生時代は魔法薬学の教科書の間違いを見破って勝手に訂正していたりわかりやすい解説や調合のコツ実践的な方法を書き加えていたりする実際に六巻で偶然彼の教科書を入手したハリーが授業中に試してみたところ 完璧に教科書通り調合したハーマイオニーよりも、そのすべてが良い結果となっている。また、闇魔術にも詳しく、長年にわたって闇の魔術に対する防衛術の教授職を狙っていた。実際に3巻では、教授を務めるルーピンの代役として何度か授業を行っており、6巻で念願の職を一とめている。無言呪文で、ハリーの呪文をすべてねじ伏せ、 ホグワーツ教師の中でも屈指の実力者であるマクゴナガルとフリットウィックの二人を相手に戦うなど決闘の実力も高い。また、七巻終盤ではボルデモートから砲器を使わずに空を飛ぶ術を教わったため、ボルデモートと同じ靴へさえあれば自在に空を飛ぶことができるようになった。魔法の開発者という一面もあり、実用性のある強力な呪文をいくつか開発している。 ホグワーツ在学中に開発した呪文については、ハン・ジュンケのプリンス蔵書、自分の魔法薬学の教科書に書き残している。幼い頃から使っている、平身術にも長けており、人知を超えた、改心術の使い手のボルデモートも、目の前にいるスネープの嘘を見抜けなかった。五巻では、ダンブルドアの命令で、ハリーに平身術を指導している。副市長の騎士団の団員として、 祝匹人陣営を調査する二重スパイを担当しているため、通常は守護霊を使用しないが、七巻前半では彼が夜のディーンの森に出現させたメジカの守護霊によって、ロントリーが再開し、クリフィンドールの剣を入手した。父はマグルのトビアス・スネープ、母は純血の魔女アイリン・プリンス。兄弟姉妹についての記述はない。両親は不仲で、 家庭環境はあまり良くなかった。その影響で人間不信に陥り、感情を人前に晒すことを嫌って幼い頃から平身術を使うようになった。闇魔術への系統とともに母方の血筋を重んじるようになり、魔法薬学の教科書には自らのことを半純血のプリンスと記した。結婚はしておらず独身。六巻で自宅が登場するが、普段は 人が住んでいないような雰囲気という描写がある。両親の生死について、明確な描写はない。ひいきするスリザリン生からは好かれており、逆に礼遇する多量の生徒からは嫌われている。特にスネープが危機としていびる対象としていた、ネビル・ロングボトムからはボガートがスネープに変身るほど、怖がられていた。リリーとは幼馴染み、美人で魔力のあるリリーに、心惹かれていた。 結別後もリリーを愛し続け、彼女の結婚後も死後もその愛情が変わることはなく、ポッター家の写真のリリー部分だけ切り取った、リリーがシリウスに当てた手紙の愛を込めてリリーの部分のみ保管していたほど、スネープの守護霊はリリーと同じメジカであり、その様子にダンブルドアは涙を流した。ジェームズとは入学直前のホグワーツ特急内で初めて会った時から、 折り合いが悪く、犬猿の中だった。シリウスやルーピンは、両者の中が険悪だった理由について、スネープが、ジェームズの人気才能を妬んでいた。ジェームズは、闇魔術を嫌い、闇魔術に傾倒した、スネープのことも嫌っていたとハリーに語っている。7年生になりジェームズの傲慢さが改められ、リリーと付き合うようになった後も好きあらばスネープは彼に、 呪いをかけようとし、リリーが知らないところで二人の対立は続いていた。シリウスに対しては、ジェームズと共に、学生時代スネープを攻撃していたことやとルーピンを、ぎ回った際に人狼となったルーピンの居場所を、教えられ危うく死にかけたこと、また彼の裏切りによってリリーが死んだと思っていたことから、凄まじい像を抱いており、三巻では彼に、 旧婚期のキスが施されるのもいとわない様子を見せた。その後、リリーに関する誤解が解け両者は共に、不死鳥の騎士団の一員となるが、それでも顔を合わせるたびに険悪な雰囲気になっていた。ルーピンに対しては、学生時代自分への攻撃に積極的に関わっておらず、また、それを面白がってもいなかったため、ジェームズとシリウスほどには憎んでいない。 七人のポッター作戦に参加した彼を助けようとしたことからもそれは伺える。しかし、ルーピンの授業の代理として来た時には、ルーピンの正体を生徒に感づかせようと人狼についての課題を出した。実際に、ハーマヨニーに正体を感づかれた叫びの屋敷では、シリウスとルーピンを前にして狂気じみた憎しみを見せ、シリウスを逃した後は、勲章を受けられなかったことへの腹せに、 生徒ので、うっかりルーピンの秘密を漏らし退職に追い込むなど、昔の復讐とも言える行為も行っている。アルバス・ダンブルドアは母校の校長であり、卒業後、祝い人として活動を開始してからは、敵対陣営の首領として相見えることになる。しかし自身がホックズヘッドで盗み聞きした、ボルデモートを倒す者に関する予言を告げ口したために、重い人のリリー、 とその家族が殺される危険が発覚してからは、彼と密かに接触を図り、最初はリリー・カズトの保護を願うも、ダンブルドアに夫と息子の命を指摘された後はすぐに、ポッター一家の保護を願い出ている。しかしその願いも虚しく、リリーとジェームズが死亡してからは、過去にリリーに対して犯した過ちを償い、そしてリリーの最後の願いを継ぐため、 ハリーを命がけで守り抜くことをダンブルドアに言い、以後は闇の陣営と騎士団を行き来する二重スパイの危険な役目を負う。それからは選挙区のようとして行動し、ダンブルドアに忠実に尽くした結果、ダンブルドアと一定の信頼関係が生まれる。スネープ自身、自分を親族信頼してくれるようになったダンブルドアに恩義を感じていたため、いくら信頼されているからとはいえ、 自分を殺させる依頼を任された時やハリーが迎えねばならない決を知らされた時はやりきれない怒りをあらわにしていた。ハリーポッターに対しては父に告示した要望が嫌をなくジェームズを思い起こさせるため入学当初から傲慢不尊で生意気な少年と決めつけ礼遇してきた。とはいえ本心ではハリーのことを気にかけておりハリーが迎えねばならない結末を知った時は やりきれない怒りをあらわにしていた。一方で、ハリーは言われのない抽象や理不尽ないじめを止めない、スネープに対して敵意を抱いていた。しかし、憂いのふるいで、スネープの過去や真意を知ると、母を純粋に愛し抜いた人として、敬意を払うようになった。ハリーは後に、自身と妻ジニーとの間に生まれたリリーの目を持つ次男に、ダンブルドアとスネープのファーストネームを取って、 アバスセブルスポッターと名付けている。ルシウス・マルフォイはスリザリン領の先輩にあたる。学生時代に世話になったためか立場上的対関係となった後もルシウスとその家族のことを気にかけていたほか、ルシウスも五感終盤の件で立場を失うまでスネープのことを高く評価しているなど関係は非常に良好だった。またその関係で 彼の息子のドラコに対しては一見するとろこつなエコビー気をしていた。とはいえそれは表向きには闇の魔法使いのように振る舞う必要があったからという理由だけではなく、ナルシッサにドラコの保護を依頼された時は破れぬ誓いを躊躇なく結ぶほどの思いやり寄せた。2007年12月の著者インタビューによると、リックマンには全館観光されるまで秘密を守ることを条件に、 かなり早期の段階で、スネープとリリーの関係について教え、エンリーの手助けをしていた。ビッグマン自身は、自分がいつかばらしてしまうんではないかと、ビクビクしていた、と語っている。生産版の翻訳では、一人称を、我が輩と訳出している。これを踏襲して、映画版でも字幕版、吹き替え版奏法において、我が輩で統一されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。